どうも、爆裂のリーダー、スバタです。はい、今日もね、ホームレスじゃなかった遊牧民、各国ホームレスのね、教授を果たそうと思います。はい。まあね、ホームレスっていうとね、結構みんな悪い印象を持つかもしれないけど、別にホームレスっていうものはね、悪いものではないからね、決して。まあね、ホームレスっていうのはね、まあ響きは悪いかもしれないけど、ホームレスイコール悪しきものって断ずる方が、俺言わせたら断ずる方が悪しきことですね。はい。まあそもそもホームレスっていうのはね、まあ家がないからね。まあ家がないから何なのって話で、まあ家をね、買ったはいいけど、そのプレッシャー重圧にね、潰されてね、精神病んじゃうやつもいますからね。やべえ、ローンが4000万ある、5000万ある。やべえ、子供2人大学行かせなきゃ。俺生涯 1億2000万円稼がなくちゃいけないの？そんな無理だよ、老後の資金も必要なのに、みたいなね。まあ感じでね、潰れちゃうやついますからね。でも自由ですよ、俺は。家ないもん、ホームレスだから。で、あえて言うならば、家はこの傘ですね。はい、もうこの傘が家。屋根があるんだぞ。一軒家で、一軒家に住んでますからね、今俺。ホームレス悪しきものと断ずるのは即刑ですね。はい。まあ自由だよ、自由。自由気ままに歩き回り、飲みたい時に飲んで、食いたい時に食う。まあさっきキジ飼いましたね、キジが2匹。まあ後で捕まえて食おう。食材もタダだし、水もそこに山ほどあるからね。川があるから。なんならキノコもそこに生えてるし、タヌキもいるしさ、もう、困らない。マジで。何も困らない。あ、やべ。なんか。やべえやつがいる。マジやべえ、やべえやつがいる。うんこしてる。嘘でしょ？ここで？この場所で？やべえ、クソ野郎だ。うんこ投げられそうだから、ちょっと逃げましょう。ちょっと早歩きするから。かつてうんこしてる。やべえ、あいつやべえよ。まあそんな感じでね、僕体をね、壊してましたけど、まあよく言われるんですよ、みんなにね。いや、お前トップアイドル、スーパーアイドルグループとしての、まあ自覚が足んねえよって言うかもしんないけど、自覚なんかねえもん。ねえ。何か付きでね、お前、ね、世界の音楽シーンの頂きの頂点にね、鎮座するスーパーアイドルグループのリーダーなのに、体を壊すなんて自覚ねえよって言うかもしんないけど、このアイドルの自覚ないから。だって俺ホームレスだもん。ホームレスじゃなかった。遊牧民かっこキーホームレスだもん。俺はホームレスとしての自覚しかないから、ホームレスじゃなかった。遊牧民だ。自由なね、遊牧民としての自覚しかないから、アイドルの自覚なんてそもそもないよ。だってホームレスだもん、単なる。ホームレスじゃなくて遊牧民だ。ただの遊牧民だから。だから今回、バチクソ体壊しましたよ。壊したっていうか、自律神経ね。自律神経だったんですよ。二箇所回ったんだけど、病院。自律神経でした。99% 自律神経。心臓痛いのは自律神経。なので、まあ、リラックスすることですねって言われて。だから、リラックスするにはやっぱホームレスだよね。だって、何もないもん、重圧。自由だよ。自由の対比語。自由の対比語は束縛じゃないですか。でも、自由の代名詞って言ったら、ホームレスじゃなかったら、遊牧民過去9ホームレスだから。ほんと、この度、ほんと、自律神経やられちゃってね、いろんな人にね、心配、かけちゃったんだけど、無事ね、まあ、前回とは言わなくてもほぼほぼ完治してるんで、はい、これからね、まだアイドル活動をね、やっていこうと思ってます。あと、ホームレスの活動もね、やっていきます。三崎さんのね、安否も確認できたんでね、はい。いいね、江戸川。我が、母なる川、江戸川だよね。俺にとってはこれね、インド人からしたらね、ガンジス川と一緒だからね、インド人の母なる川はガンジス川。俺の母なる川はこの江戸川、利根川ですね。はい。お母さん二人いるんでね、俺ね。はい。まあそんな感じでね。自律神経ね、だいぶ良くなったんでね。胸の痛みもなくなってきました。はい。そんな感じでね。またじゃあな。